皆さんこんばんは、ゆうころメイドの宮城です。ということで本日はですね2月の13日日曜日でございます。鬼滅の刃コラボがですね本日千秋楽となっておりまして、ちょっといつもとね違う混雑状況、若干ねいつもより最近のね傾向からすると混み目かなと思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければと思います。本日はちょっとスーパーニンテンドーワールドから、お届けしておりますので、スーパーニンテンドーワールドから時計回りに混雑状況をご紹介させていただければと思います。取ってあげて、よし取ってあげて。あとね、スーパーニンテンドーワールドで、新しいグッズが、2、3出ておりまして、本日はそちらもね、めちゃめちゃ可愛いんでご紹介させていただければと思います。買うわね、たっくん。だそうです。それじゃあ最後までぜひご覧ください。服装チェックからいきましょう。はい、ちょっと雨っぽいから、そうやね、今日ね、もともと歩く予定の動画撮影やったやん。なんか靴もね、このトラッキングシューズって言って、うん、畑で使ってるような、はいはいはい、山登りで使うような靴をね、履いてきたし、服も多分暑いやろうと思って、薄着で着てんけども、まさかの雨っていうので、でも今日そんな寒ないね。そうやね、まだマシかないつもり。風が吹いてない。何度かちょっと見てもらって。今日はね、7度。あ、7度やった。うん、まあ、多分風も出てないし。行きましょう。はい、ということでね、新しくスーパーニンテンドーワールドの中にめちゃかわグッズが3点入っておりますので見に行きましょうか。はい、個体差、調べ中。個体差が大事。これいいな。4000円もするからな。でも羽のなんか沈み声があんま好きじゃないか。パタパタ両方するかちょっと見といた方がいい。あれちょっと弱いな。パタパタ弱い。死にかけのパタパタですね。ちょっと鮮度悪いパタパタ。おー、全然ちゃうな。ほら、こっち左は。元気。ああ、これ鮮度いいね。これにしようか。これにしようか。鮮度のいいパタパタで。いいけど、なんか、これなんか横毛が気になるな、すごい。まあいいか。なんかちょっと、嫌やな、唇が。なんかすごい嫌やな。いい。いってらっしゃい。完全に不審者やけど。帰ってきた。メイドの土産。Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught
me off my guard, 'cause you're in my space and now I'm so気になってる。あんな近くで見たことないけど。でもなんか造形気になった。ほんまに。うん、縄とかあれも作り物なんかな。本物の縄使ってんかな。めちゃくちゃ質感が本物っぽい。俺には作られない。ということでね、はいはい、残念ながら本日2月の13日で鬼滅の刃のコラボが終了になってしまうわけですが、終わりになるグッズの販売状況とか見てもらってもあまり意味がないと思うのでそこは割愛させていただくんですが、はい、やっぱりちょっとあれやな、明日からなくなるって考えたらちょっと寂しくない？ちょっと寂しいな。やっぱ結構楽しめたもんね今回はな。まあ、今回のね鬼滅の刃はしっかりと楽しむことができたんで満足ですが、はい、引き続きねまたクールジャパンも始まりますので皆様に情報をお届けできればと思います。On and on like a marathon, we keep running from fighting for.
something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors. ということでパークを一周してまいりました。はい、はい、あのね、まあ基本的に今日はね、鬼滅の最終日なんで、はい、まあ鬼滅メインでの混雑になってるかなと思ったんですが、まあ雨もあってね、思ったより混雑はなかったなというのを思いました。2月の、12日の土曜日は結構混んでたんでね、そこそこ人はいたかと思うんですが、また明日から、動画で言うと今日からですね、今日からまた閑散期っていうかね、クールジャパンが始まるまで、3月の3日までかな、3月の、ね、3日からまたクールジャパンのグッズとかフードとかも出てくるんで、そこからまたね徐々に人も増え出すんじゃないかなって思います。引き続きですね、毎週月曜日はこのようにですね、パークの情報をお伝えさせていただく動画を出させていただいております。またパークに行く予定がある方でチャンネル登録のまだの方はですね、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。やっぱ鬼滅ワンのちょっとなんか早かった気がするけど、ね、でも多分順当な期間だ。そうやろな、うん、だって一番俺らさ、うん、あの初日に行った時ってホテル取って行ったやんか。そう考えたらだってあのタクのモーニングルーティンの日やで、あら、あれが初日やもん鬼滅。ああああああ、そう考えたらね、まあ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 意外に長かったね。まあ、またクールジャパンも始まりますんでね、はい、はい、楽しみにしておきましょう。